アーシュラ・フランクリンアーシュラ・マーティアス・フランクリンは、ドイツ生まれのカナダの金属学者、物理学者、平和運動家、女性運動家である、バイエルン・シューミュンヘン出身。第二次世界大戦中には、母親がユダヤ系であったために、ナチスにらわれて、強制労働キャンプで働かされた。1948年ベルリン工科大学で、学位を取った翌年、カナダに帰化した。 カナダでは15年間オンタリオ研究機構で働いた。フランクリンは考古学における科学的年代測定法のパイオニアの一人である。1960年代の初め核実験起源の子供の葉の中のストロンチウム90を測定した。この研究は大気圏核実験の停止に寄与した。フランクリンはその後も女性の科学分野での活躍の支援、平和運動、 社会的な構成などの社会活動や著作、講演を行った。1967年トロント大学の金属学、材料科学部に移り、1984年女性として初のユニバーシティプロフェッサーの称号を得た。1991年カナダロイヤルソザヤティから、ジョン・ウィリアム・ドーソンメダルを受賞、2001年平和運動に対して、ピアソン平和メダルを受賞した。 2016年トロントにて94歳で死去。ありがとうございます。